翼の 前方にあのエアインテイクって言って空気入る穴なんですよ。あの赤と白の境目、赤と白の境目、はい、あの口が開いてますよね、はい、であそこから空気が入ってあの翼の形になるんです。パラグライダーの上級ライセンスを持つ白石市の日下俊彦さん。海外でのフライトや初心者への指導の経験があります。特別にパラグライダーが飛行するときにできる翼の形を見せてもらいました。何しか当たりませんね。泉ヶ岳でのフライト経験も豊富だという日下さん。今回の事故について泉ヶ岳独特の地形と下降気流が原因ではないかと推測します。ここから飛び出すんですけども、両側がこう切り立ってますよね。それで西から風が入ってくると風が吹き上がって飛び出したところに吹き下ろす風になっちゃうんですよ。泉ヶ岳スキー場を上から見た図です。標高750メートルほどの場所に離陸地点があり、その両脇が盛り上がった独特の地形になっています。日下さんによりますと、泉ヶ岳の飛行で注意すべきなのは西側から風が吹いた場合。盛り上がった地形を登った風はその後吹き下ろします。上昇気流で飛ぶパラグライダーは下降気流には弱いと言います。おそらくは、まあ、飛び出した直後に西風の下降気流が飛んでるところに入ってきて、片方の翼が潰されて、まあ、そのまま生きてる方の翼がヒュッて走ってくるくるくるって回す、でコントロールできない状態になったのか。警察によりますと、死亡した男性は仲間が飛ばない判断をしたにもかかわらず飛行を決行したということです。日下さんは安全な飛行のためには仲間内の声掛けと臆病さが大切だと話します。誰かが飛ぶなって声を強い口調で飛ぶなって飛んじゃいけないよってこう声をかけてれば、もしかしたら防げたのかな。臆病になってちょっと怖そうな風の時は飛ばないっていう、そんな形で安全に飛べる環境を作っていければなって思いますね。